はい、では今晩も頑張っていきましょう。今晩のテーマはグリップまでやりましたので、アドレスのお話になります。アドレスとはボールを打つために非常に重要な姿勢のことです。このアドレスの起点となるのは自然体なんですが、まず体を20度から30度前傾させます。この時お尻を後ろにちょっと突き出すようなイメージを持ちましょう。そこから膝を少し緩めます。正面から見せるとこのような感じです。でこの手をだらーんとしたところで両手をグリップし、クラブは左目の前から下ろした位置で構えていきます。はい、この時注意してほしいのは、両腕は胸を挟むのではなくて胸の上に乗るような形になってきます。これが正しいアドレスになります。ここでアドレスがずれてしまう原因をいくつか紹介しようと思います。まずずれてしまう原因、代表的なものはグリップの握り方です。どうしても体の正面で握らないといけない、この正面を体の中心線で考えてしまうと、この位置で握ります。そうするとちょっとだけ左手のグリップがウィークになるんですね。ウィークになってしまった分、体の軸がちょっと左に傾きます。はい、これがアウトサイドインといって、スライスが出やすくなるスイング軌道のことです。でまたグリップを指先で握りすぎてしまって、ちょっとストロングすぎてしまうと体は右に傾きます。こうなってしまうと手元の位置も基準より左に出ます。すごくインサイドアウト軌道になってしまうので、ボールはフックしやすかったり、ダフってしまったり、トップしてしまったり、シャンクしてしまったりっていうミスが出やすい構えになってしまいます。このアドレスっていうのを、グリップと直結してつながっています。なので私がどんなスイングをしたいのかな、今どんな球が出ててどういうエラーを直したいのかな、例えばスライスが出るんですよ、もしかしたらじゃあアウトサイドインになってるからグリップウィークになってませんか、そう思ったらじゃあいつもよりもちょっと握る位置を左に変えてみるとか、そういった形を取ってもらえるとアドレスっていうのは非常に修正しやすいです。で次に大事になってくるのが体の向きです。この体の向きを作るときにポイントは目標線、このフェースの向いてる向きですね、フェースが目標を向きます。この目標線に対して肩、腰、膝、両足のかかとの線が全て一致していることが重要です。この一致している姿勢とはこんな感じですね。こうやって見てみると左肩に対して右肩が少し下がっていると思います。これはクラブを握るときに左手に対して右手を左手より下に握るので、嫌顔なく右肩が下がってしまいます。これが正しい状態です。どうしてもダフるのが嫌だからってこう肩を上げて構えてしまう方いると思います。こういう状態ですね。こうやって構えてしまうと体の向きを合わせたときに肩だけ目標線より左を向いてしまい、アウトサイドインスイングになりやすくなります。なのでスライスしやすくなりますので注意してください。そして右肘と左肘の高さですね。これ腕を突っ張ると右肘がちょっと高くなります。こうなってしまうと肩の向きがずれてしまいますので、右肘と左肘の高さは一定に高さを合わせます。この右肘をちょっと曲げてあげると上がりやすいですね。こういう形で構えていくように心がけていきましょう。この形でスクエアグリップで握っていればボールは大体自分の目標している方向に飛んできます。はい、アドレスの基本のお話は以上になります。今回アドレスのお話をしましたので、次回はスタンス幅とボールの位置、クラブごとの入射角というお話をしていこうと思います。この動画が役に立ったなと思う方は
高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上となります。ありがとうございました。